人類撲滅用精鋭戦力が全滅しただと。アーマードゴリラからの通信によると、二人はこちらに攻め込んでくるようです。奴らがここに来れば、積み上げてきた研究成果を全て破壊されかねません。これは一大事かと。足は兜を解き放つ準備をしておけ。何？それは無理だ。とうとう話すのか。いや、確かにそれしか方法はない。やはりやめた方が良いのでは。嫌な予感しかない。落ち着け。あくまで最終手段。しかし、まずは地上1階から8階まで無数の罠を仕掛ける。運が良ければそれで終わる。失敗したと私がどうなるかは理解している。進化の家最強戦力の俺を
ここが進化の家。1,2,3,4,5,6,8階建てくらいはあるな。これが一番効率よく一網打尽にできると判断したのですか。いや、そうだけどさ、相手もいろいろ準備してただろうに。えげつないな、お前。地下への蓋っぽいな。やめろ。元気にしてたかい。いや、アシュラカブト、元気にしてたかい。また私のクローンをたくさん殺してくれたな。気は済んだか。ベーケー、おめえ気が済むわけがねえだろ。人を地下深くに閉じ込めやがってよ。進化の家最強戦力の俺をよ。お前は精神が不安定だ。我々でもコントロールできないから仕方がなかったんだ。ベーケー、コントロールで。バカ、俺はお前らの求めた新人類の完成形なんだぜ。知能も肉体レベルもお前ら旧世代とは比にならねえ。だからお前らが俺の言うことを聞くのが正しいんだよ。違う、お前は失敗作だ。確かに圧倒的な性能を持つが品性が足りない。俺を殺しても構わん、代わりはいくらでもいる。だが一つ聞いてほしい。何としても入手したいサンプルがある。だが恐ろしく強いのだ。お前にしか倒せん。奴を捕まえてほしい。生死は問わない。地下めっちゃ広いじゃん。テンション上がるな。この奥に生体反応。先生、2体ほどこちらに近づいてきます。おい、いたいた。2匹いるけどどっちだ。と、右だ。じゃあ左のこいつはいらねえんだな。ジェノス。え、おい、俺はアシュラカブトってんだ。戦闘実験用ルームがあるからよ。そこでやろうぜ。ジェノスを現代アートみたいにしやがって。上等だ。広いだろう。戦力として使えるかどうか、ここで戦わせて実験してんだ。じゃあ殺し合いますか。まだ生きてやがったのか。先生、ここは俺が。
ターゲット捕捉。顔壊れてんぞ、もう無理すんなって。ジェノス、大丈夫か？は、いや、大丈夫じゃないだろ、その頭。ブエー、随分と俺を期待させる演出してくれるじゃねえか。人間の能力の低さに疑問を抱いていた。自分以外の人間が頭の悪い動物にしか見えなかった。私にはそれが苦痛だった。自らの手で築き上げる私のための理想郷、人類を超越した我々新人類のみで構成される新たな世界、見届けねば。あの頃の苦痛と比べればこの程度の肉体の痛みなど。おら、とっととかかってきな。全力でな。わかる、わかる。おめえ強えな。がっかりさせんなよ。お前ここの最終兵器なんだ。今朝の奴らとは明らかに違う。自信に満ちた表情してっからな。何してんだ。おい、今手を出せばやられていた。何なんだこいつは。隙だらけなのに俺の直感が大音量で危険信号を発している。あ、貴様、それほどまでの力一体どうやって手に入れたんだよ。お前も知りたいのか。いいだろう。ジェノスもよく聞いとけ。この場で教えても、先生の強さの秘訣を。俺にも聞かせてくれ。ジーナスだ。まあいいだろう、心して聞け。危険だ。こいつらにそんなことを教えていいのか。まず大切なのはこのハードなトレーニングメニューを続けられるかどうか。トレーニング？改造手術、遺伝子操作でもなく、トレーニング。
3年でここまで強くなった。腕立て伏せ100回、上体起こし100回、スクワット100回、そしてランニング10キロ。これを毎日やる。もちろん、1日3食きちんと食べる。朝はバナナでもいい。極めつけは、精神を鍛えるために夏も冬もエアコンを使わないことで、最初は死ぬほど辛い。1日くらい休もうかとつい考えてしまう。だが、俺は強いヒーローになるために、どんなに苦しくて、地へどをぶちまけても毎日続けた。足が重く動かなくなってもスクワットをやり、腕がプチプチと変な音を立てても腕立てを断行した。変化に気づいたのは1年半後だった。俺はハゲていた。そして強くなっていた。つまりハゲるくらい死に物狂いで己を鍛え込むのだ。それが強くなる唯一の方法だ。新人類だの進化だのと遊んでいる貴様らでは決してここまでたどり着けん。自分で変われるのが人間の強さだ。なんだと。こいつ本気か。先生、あなたという人、ふざけないでください。それは一般的な筋力鍛錬だ。おう。しかも大してハードでもない通常レベルだ。俺は強くなら。そんな冗談を聞くためにあなたの元に来たのでは断じてない。埼玉先生の強さは明らかに体を鍛えた程度のものではない。俺はお前のその秘密を知りたいのです。ジェノス、なこと言われても他に何もねえぞ。そうか、秘密を教える気がねえってんなら構わねえぜ。どうせよりよか強くはねえんだ。ただしムカついたからてめえは殴り殺す。ラッシュラモード丸一週間は理性が飛んで、放送本能。お前を殺した後は町へ降りて、来週の土曜まで大量殺戮が止まらねえぜ。強いヒーローだったら俺を止めてみろ。したのかもしれない。こいつの柱もこのまま丸一週間。この調子で来週の土曜までだと。丸一週間後か。来週の土曜、つまりは今日も土曜ってことじゃねえかよ。ということは溶岩。
こは。おそらく先生はこのことを気にされている。先生、閉店は22時です。片道4時間かかる道のりです。かなり急げばまだ間に合いますが。かなり急げば間に合うんだな。はい、行くぞジェロス。はい先生。もうやめよう、こんな研究は。変わるべきは私なんだ。